に寝る。Prepare to strike now。あ、どうも白黒です。原野さん、おはようございます。いやー、ありがとうございます。こんな素晴らしい大会をみんな、あの前回まで言いましたけど、ただ言い出しっぺらだけなんで。いや、そうか、すごい、いいことですよ。誰もできないです。さあ、僕をやっつけたデコイさんを 2-0 で倒してるじゃないですか。あ、ほんだって話した間にもう、あ、これは どういう、今これは残すね。ちょっとね、下もうちょい下げよ。そうですね、太平さん、西川さん、はい、おっと、我らが太平さん、ヤン戦には自信あると言っていました。ただ、西川さんのヤンもあれユリアン戦に自信ありますから、ね、なるほど。いや、でも俺はさらに自信があるってこの前言ってましたけど、かぶせ合いですね。入って大パン、西川さんから対戦相手から大パンが聞こえてくるぞと。いや、ただのレバガチャじゃないですかね。そう、大丈夫ですか。判断が難しいですね、これ。インパクトドライバーぐらい、ダダダダダダ。なるほど。これは振動ドリルぐらい。さあ、先制したのは西川さん、ヤンですね、それか。さあ、あ、お、ただゲージが、あっと、これはかなり減りすぎ問題。あっと、なるほど。あ、ちょっと縛りが悪い。さあ、これヤンは結構固めが強いんで、もう割り切ったら知らんぞと。さあ、もう大変さ。いや、全然ある。これなんとかすればいい、なんとかすればいいんだ。あ、これは通ると、あやってもうたと。ここまでゲージもらってね、うまいこと。そうですね、今めっちゃ最低く当てるつもりだったっぽいだったんでしょうね。さあ、これ EX サックルだが出なかった。いや、ちょっとつないでる。さあ、くぐっていく。前ブロ投げ、前ブロ後ろ投げ、あっと、これはタックル EX、あ、EX なら死んでたと思うんですが、これは、あー、た一番下が当たる。ナイスサイズ、やばいと。さあ、西川さんはキャラを変える権利もありますよ。いやー、どうする。こうやん、なるほど、結局やんだと。ヤン戦、あ、柏で来た、柏で今来た。何の音かと思ったら柏でがこのタイミングでガンがかかりました。今最初からやった方が良かったんじゃないですか、これ。確かに、だから1取られることもなかったかもしれない。最終ラウンドまで遊びますか。そうですね、なんならまだ遊んでますね、これ。柏でやっといても遊んでるかもしれないです。パーンはまずい。あ、これマイク入ってたんですかね、パーンが。パーン聞こえてた可能性あります、ね、最初クラッカーだと思いましたから、ね、あれ柏でやったら大変なこと。やばい、神様見てくれてないのか、遊んでるのか遊んでないのかわからないんですが、お賽銭が足りない。まあ0円ですからね、お賽銭。あれ、柏でやらない方が良かった疑惑はみんなの脳裏に。ナイスサイズ、このサイズはいいぞ。強引に張っていくが暴れていく。ゲージがお互いないんですが、大パン読んでいる。投げて、これはまずいぞ。張っていくが、さあ、デイジスは押し返し料金ですかね、これは。ただすぐ押し返されてしまう。投げるが、暴れも怖い。ああ後ろ下がり。柏で実らず。無情な後ろ下がりでしたね、今のね。ですね、スッつって。